ケレスティヌス五世、ケレスティヌス五世、ケレスティヌス V、1210年頃から1296年5月19日は、中世のローマ教皇、在位、1294年7月5日から12月13日。修道士として、う得の人であったが、教皇空位の混乱を収集するために、政治的に一時的につなぎ役の教皇として選出。 しかし、教皇の座をいとい、在位約半年で、自ら退位した。イタリアのイゼルニア出身、本名は、ピエトロ・ダ・モローネ、ピート・ロ・ディ・エモローネ、モローネのピエトロである。1209年から1210年頃に、イタリアのイゼルニア、ゲンモリーゼ州、イゼルニア県にて、ザクミノリの家に生まれたと考えられている。 若くして、ベネディクト会の修道士となり、禁欲主義を貫きながら、飲酒師、司祭、修道院長などを歴任。その後、修道院を離れ苦行に耐えつつ陰遁の生活を続けながら、貧者や病人の世話に専念する修道会、後のケレスティヌス修道会をはじめ、病気を奇跡的に治癒させた人物としても、その名声は知れ渡っていた。 1292年4月4日に、教皇ニコラウス4世が死去し後継者の人選を、めぐって、コンクラーベ、教皇選挙会議が開催されたものの、有力な数奇教や、諸公や諸君主の思惑から紛糾して、後継教皇の選出が出ず、教皇が苦いという事態が2年も続くことになる。1294年3月になって、ナポリ王国国王、カルロ2世が、 コンクラーベが開催されているペルージャ、ウンブリア州ペルージャ県に赴きその馬会した、数奇教たちに4人の教皇候補を記したメモを示して、後継選出を促したものの、長きにわたる紛糾に疲弊していたせいもあって、数奇教は特に関心を示そうともしなかった。ところが、カルロがペルージャを経った後で、ローマで暴行事件が起こり、そこに、 コンクラーベに出席していなかったスーキ教らが関わったことで殺人事件から暴動へとエスカレートする。この事態を見てピエトロ・ダモローネはペルージャに出席していたスーキ教の一人に手紙を出し、すぐにでも教皇を選出しなければコンクラーベに会する者どもには必ずや神罰が下るであろうと告げした。手紙を受け取ったスーキはコンクラーベにこの手紙を披露し、 いっそピエトロ自身に教皇になってもらったらどうかと周囲に提案。それを受けてその場にいた全員がその案を支持した。この展開はピエトロ本人にも意外であり、そのために一時は教皇くらいの事態を望んで修道院から退去しようとする。だがナポリオ・カルロに制止されて教皇に就任するよう懇願され、ハンガリー王のアンドラーシュ三世やリヨンの大司教の説得によって ようやく教皇になることを承知して、退官式を行った。こうして、ピエトロ・ダ・モローネは、教皇ケレスティのスご世として就任したものの、ローマには行かず自らの身辺を、カルロ二世に委ねて、ナポリ、カンパニア州ナポリ県に居住。また、カルロ二世を、次期コンクラーベの正式な監視人とするばかりか、カルロ二世の望む人物を、教会の役職に据えるなど、実質的に、 カルロ二世の区物としての存在となった。半年足らずの強行在任中には、フランシスコ会からのスピリチュアル派の独立を認めている。13世紀中央に、フィオーレの弱気の著作の影響が、聖者足地のフランチェスコが創設したフランスコ会に、及び13世紀後半に入ると、北、イタリアや南フランスでは、弱き無主義の影響を受けた、フランシスコの少数派が、 製品の厳格な実践を唱えるようになった。この一派が厳格派いし心霊派と称し、その主張をスピリトゥアル主義と呼んでいる。北イタリアのスピリトゥアル派は1280年以降、フランシスコ会内部で弾圧を受けていたが、ケレスティヌス5世はこれを認め、教皇、ケレスティヌスの貧し近闘者から独立する。ケレスティヌス自身、不本意な形での教皇での擁立でありなおかつ、 清掃の具として利用された格好でもあり、本人にとっては一種の災難であった。在位数ヶ月にして、ケレスティヌス五世は、自ら、教皇の器にあらずと述べて、退位を希望し、教会法に詳しい教皇官房のベネデット・カエターに数ーキ教に相談した。カエターに数ー教は、教会法に基づいた、辞任の方法を教皇に助言し、ケレスティヌスは自ら、教皇に選ばれたものは、 選出を拒否する権利を持つという法令を出し、結局、半年足らずで教皇を退院した。ここに、存命のまま教皇が退任するという異例の事態が、発生した。ケレスティノス五世は、夜な夜な聞こえる、直ちに教皇職を辞し、忍者の生活に戻れという声に悩まされた末に、カエターニ枢機教に相談したのであるが、実際のところカエターニ自身が、部下に、 教皇の寝室まで伝生官を引かせて、毎晩のように声を聞かせた上に、教皇を不眠症と神経衰弱に追い込んだ、張本人であったと言われている。インドロ、モンタネッリ、ルネザンスの歴史でも、すべてカイターに水気鏡の仕組んだことだとして一連の出来事を記述している。ケレスティヌス5世の退位に伴いカイターに水気鏡が、ボニファティウス8世として即位するも、 イタリア貴族のコロンナ家がこの即位に不満を抱くことになった。当初は新教皇ボニファティウス8世の傲慢さが原因だったとも言われているが、ボニファティウス8世の対シチリア政策にも反対しており、ケレスティヌス大尉の敬意が教会法に違反しているのでないかと退人の合法性に疑問を呈した。この追求を交わすために、ボニファティウス8世は、 全教皇ケレスティヌス5世を拘束して、ローマの南東およそ三十六キロメートル、フェレンティーノに近いフモーネ城、ラツヨ州、フロジノーネ県の極に遊兵。極中で、ケレスティヌス5世は感染症から、農用の痛みに苦しみ、遊兵後十ヶ月の後に極死。八十六歳前後であり、当時としては大変な高齢であった。晩年は過酷な運命に翻弄された。 ケレスティヌス5世であったか、後に劣勢された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。